カルリンポチェは、チベット仏教、カギュハノトゥルク。チベット仏教の瞑想指導者、学者、教師。1959年に難民として、インドに亡命し、欧米人に、チベット仏教を伝えて、信望者を増やし、尊敬を集めた。オウム真理教の教祖、朝原将校の依頼で教団で講演を行い、朝原を高く評価し、 日本の指揮者たちの朝原の評価に影響を与えたと言われる。カルリンポチェは1905年に噛む東チベットのホル地域に生まれた。15歳の時、より高度な学級のためにパルプンの下牛派の総員に送られた。この地に10年以上とどまり、この時期に彼の仏教実践の哲学的基礎が形成され、ついでにから3年間の修行を終了した。カルリンポチェは ドラポーンのーブ・ドンドラップからカギュ派の最後の教えを受けるためにパポンカに戻った。カルリンポチェとラマデニス、カルリンポチェはチベットの状況により亡命を余儀なくされるとインドで活動し、1960年代後半にインド西部に弟子を集めるようになった。1970年代、彼は広範囲にアメリカやヨーロッパで教え、3回の訪問で一ダース 以上のセンターを設立した。フランスでは、カルマカ牛派とシャンパカ牛派の系統の伝統的な3年間の修行を西洋の生徒たちに教えるために最初のリトリートセンターを設立した。彼は、チベットから亡命したラマの中で、欧米で最も尊敬を集めた一人となった。朝原ハラの要望でカルリンポチェは、 朝原将校の信奉者に対して、日本の数都市で抗議を行った。元オム心理教官部の上優文博は、朝原は、カルリンポチェのビジョンを見て、彼を、前哨のグルだと考えており、カルリンポチェは、朝原を高く評価し、偉大な仏教の首としあなた方のグルに奉仕し,し、そして、彼がするようにと言ったことは何でもするようにしなさいと、説法したという。 女優は、カルリンポチェによるアサハラへの高い評価は、日本の指揮者たちのアサハラへの評価に影響を与えたと述べている。1989年5月10日、カルリンポチェは、ソナーダの修道院で亡くなった。彼の通訳であった、ジューン・キャンベルは、1996年にトラベラー・イン・スペースを出版し、カルリンポチェは彼女を秘密の配偶者、タントラの修行の生の相手として、 長年利用したと急断した。ありがとうございます。